内側から多いですけど、まあ、ビョー君の絵が計画行為とか言われてますけどね。はいはい、まあ、今度やってきます。はい、はい、ですね、一問に対して時間をかけすぎたりしてサクサクいかないですね。まあ、でもやり方は分かったからね。そうそうそう、じゃあですね、はい、いきます、はいはい、あるオフの日、はい、あなたが家で楽しくテレビを見ていると、はい、突然壊れて何も映らなくなりました、うん、あなたが最初に取った行動、言動はさあ、どうでしょう。書くのかな。書くでもいいし、かもうあれでもいいな、ギーでもいいし、そのほうがいいかな。テレビを映んなくなりました。じゃあホワイトボードにその言う言葉を言う言葉、まあ、言う言葉って言動、まあ、言動、行動、うん、まあまあまあ、いきなり消えた感じですね。あー、なるほど。あ、いきなり消えた時にあなたが取る行動。昔よくありました。パソコンの前に見ても書いてくださいね。ちなみにじゃあ僕が書くのもう書いた、はい、僕テレビの電源を送ります。オフって意味じゃないですね。あの、なんかほら、ね、もしさ、うん、壊れて映んないけどさ、電源がついてたらさ、電気代がかかるでしょ、うん、現実的だね。そう、ちょっと冷静に対処する感じ。そう、あの、だからさっきの渦巻きとか、はいはいはい、超現実的なんですけど、とか、僕はオフにしたんです、はい、はい、これは…違う、俺、ないか、出した、うん、出した。これはちょっとイラッとしながら、もう買い替えようかなとか考えてる。買い替えを考えてる。ちょっとイラッとしてると思ったことある。昔の感じが出ちゃうと。全然昔の感じ。はいはい、はい、はい、めちゃくちゃ感じが出ちゃう。はい、じゃあ、他はどうしようか。じゃあこれ、はい、ぶん殴ってやる。ぶん殴ってやる。すごいね。テレビを、テレビを、自分も。自分で今テレビを買ってしまって悔しさそうだね、そのテレビを買ってしまって自分が悪いかもしれない。そうだ、だから逆に自分を殴る感じだよね。まあ、自分を殴る感じ、はい、殴ってやるぞ、殴ってやるぞ。あれ、自分はおばちゃんタイプ。え、おばちゃんタイプ。うん、おばちゃんタイプ。まあでも俺も家政婦的な。そうだね。まあこの間買ったのが帰ってたんですけど、まあ、買い替えでぶん投げ、ぶん殴る自分も、うん、で、おばあちゃん、うん、はい、で、あ、僕、前にそういうことがちょいちょいやってるから、はいはいはい、その時やってたのが、はい、こう消えて、からのーって始めるんですよ。ザキヤマさんの期待しちゃう系からのーって、そしたらはいはいはい、コミュニケーションを取るってこと。そしたらバッチでついたりして、はいはいはい、そんなことがありましたもんね。なるほど。これ本当っすかね。まあ、ということで、これから何が分かるかというとですね、はい、テレビが壊れたとき、最初に撮った行動、言動は、あなたが突然、恋人に取られたときのリアクション。ちょっと待って。テレビの人に同時な人は、突然、恋人に振られても冷めたようなリアクションをしてしまう方ですと。なるほど。まず、じゃあ、僕オフだったので。相手をオフ。相手を、の生命をオフしてしまう。いや、もういいよ。まあ、すごい冷めてるのかな、冷めてるのか、逆に燃えてて、うん、もうね、その人物が痛いので、すぐに、ね、オフしてしまう。オフしてしまうかもしれない。でも、テレビを切れますからね。まあ、そういうところで、そういうところで、ね、はい。で、ルイ君が。これは、まあ、買い替えようってことはどうですか。買い替えよう。それがもう次の、なんか次の仕事に。切り替えが一番早い。あれに冷めてるかもしれない、それ。冷めてる感じですね。で、ルイ君は。これも心中です。重たなるほどね、相手もぶん殴るわけじゃない、テレビぶん殴って自分もぶん殴るまあでも最初にね、こう自分の、はい、ね、こう自分悪かったと反省をして反省をすると、はい、素敵な強力な話でも結構、ね、血の雨が降るとで、おもちゃになるどういうあれなんですかね。まあ、だからまあ、うん、あらまあらまあ、あらやだ、あらやだみたいな感じで、だからまあそんなに深入りはしない感じだね。どちらかといえば、あ、またかみたいな、またかみたいな、またこれコール何回目かなぐらいの感じでしょうか。で、またこれはカラのまだ求めるっていう。まだ
何かを期待してるわけ、まあ、そうだね振りになっちゃうネタ帳みたいなでも、ね、でもテレビはついたこともありますからね。ありますね。まあ、もう分かれるって言って、いやだってもう距離が…うかつ、うん、だから、してたかもしれないですけど。なるほど、なるほど。皆さんはどうでしょうか。なるほど、面白い。来てるみたいですね。どうですか、来てますか。今はどうですか。もう諦めるとかなったんですね。あんまりそういう状況になってね、すがる人もいないじゃないですか。そうですね。まあ、そうでしょうね。まあまあ、なるほど。じゃあ、ですね。じゃあ、まあ、皆さんについて。今日はね、結構ね、海外の方が多くて。はいはいはい。何もなんですかね。これを頼みに行く。え？どうした？読めないです。どうした？どうした？どうした？海外の方からのツイートですね。まあ、叩きますとかありますね。じいちゃん、ほっぺかわいいけど。あれますって書いてる子はあれですよね。彼氏に振られたら引っ張ったんですよね。怖い。まあじゃあ次行きますか、はい、これ時間的に最後かな、いやまだかな、まだあと2問ぐらいいけるかな、よし行こう、これでいいからですよ今日今日これだけでこれで最終回個人的に非常に楽しみですか楽しいですよでもちょっとやちょっとエンジョイしてる人は、うんうん、ちょっとこれ難しいですよ、はいはい、いいですか、部屋の真ん中に1つのテーブルと4つの椅子があります。あなたをテーブルの手前、真ん中に座らせましょう。椅子はあと3つ空いています。あなたの左隣、右隣、そして正面、特にあなたの知っている3人を座らせましょう。その3人は誰ですか、またそれぞれの位置にどう座っているか。だからあれだね、書き方としては、ここにテーブルがね、あって、これこれ。これが誰だからこれ、こういう感じですかね、こういう感じでいいのかな、でこれで知ってる人の名前を書くと、うん、はい、書いてみましょう、どうしようかな、そうですね、難しいな、実際に出てくる人だから、そうだよね、まあ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 、どうしましょうかね。これ難しいな、こういうの。突然出てくるんですよね。自分が、うん、はい、思いつく人だ。さあ、どうですか。これ言ってきた。見ました。じゃあちょっとこれはあれかな。先に答えを見ちゃってからやろうかな。あ、これ何だった？3番書けました、書けました、はい、どうしましょう、どうしましょう、どうじゃあ、こう、こう、あれでしょう、うん、はい、はい、じゃあ、今日考えてくださいね、また、はい、はい、考えてくださいね、お、違う、これはね、せーので全員出していただこうなるほど、せーので出そう、どうぞ、答えはまだ、答えはまだ出してからかな、出してからこれすごい気になるんだな、はい、OK ですか、はい、皆さん、いいですか、はい、せーの、出しましょう、せーの、はい、ちょっと何でしたかね、こんな感じです、お母さんは、ね、私、あの母親、俺はこんな感じ、ほい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 、魔王の2人がある、2人じゃない、2人、じいちゃんはメンバーですよね、これ何これ、あ、机高いな、ちょっとちっちゃい、バカにしてんのかこれ、ということでね、はい、まあ、ちょっと覚えにくいと思うので、まあ、ちょっと言っておきますよ、はい、まず、左隣に座っている人はあなたが気を許している人、自分の弱点や欠点を知られてもと思っている相手です、俺は、俺あなた、甘えたいと思っている存在です、俺あなただ、私、あ、私、俺です、俺ルイ君、ルイ君、俺兄貴、兄貴、マオニ、兄貴、俺はルイス、
まあそういう、まあ、まあ、ちょっとね、なんか友達的な、うん、誰か分かんない僕はみんな何守れとないっすね。ない、ないかちんちゃんか俺、まなぶくんも守るですよ。まなや俺、りょうくんりょうくんも守りたい。なるほどね。そして最後、はい、大事な、まあ、正面ですね、大事な人ですが反発を感じることもある相手、対等に話をしたいと思っている存在です。そう、なるほど。私は母親です。俺は、はい、ミズクミズクちょっと、二人そこおかしいのよまあでもね、何個かって何個か言われてない俺は病気病気タイプオクトーヤオクトーヤちょっとミスレッテス高いですね。何でか3人目でしてる。まあまあこういうね、うん、ことらしいですよ、うん、皆さんどうでしたか、ちゃんと当てはまってますか、友達とか、ね、俺守ってあげたらレイカってことがちょっと違うかなと思ってるんですけど、そこ海君かと思ったまあ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 そういう感じですよ。いやよくも今もうちょっと見なせんかまあ、皆さんともね、あのこれでもしっかり守っていただいてそう思ってたんで、はい、じゃあ続いて最後かな、最後ですか、ちょっとこれまた難しいですが、うん、はい、やってみます、はい、ホワイトボードを横に持ってください。横に、はいはい、横に持ったら、うん、ホワイトボードの一番上に太陽と雲を一個ずつ書いてください。上に太陽と雲、はい、上に、太陽と雲、来ましたか、太陽と雲、はい、次にホワイトボードの一番下に、うん、右を向いた魚を一匹描いてください。右を向いた魚、右を向いた魚、下水面の魚、これにもう一個、はい、と水面、そうそうそう、お、なるほどね、なるほどね、魚はどっちも行った方がいい、魚はね、こうどっちも行ってもいいんじゃないですか、うん、もう一匹ですかね、まあそう、どうしようかな、で、コードが、ね、ちょっとこれ難しいですね、うん、パソコンの前の子たちが大丈夫かけてんのかな、戦時戦じゃない、うんうん、はい、かけましたはい、かけました、僕もかけましたよ、僕もかけました、これもせーのに出した方が良さげますね、みんな演技コンテがあって面白いですねどうすか、はい、かけました、じゃあ皆さんせーので、はい、はい、せーの、はい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 、はみ出てるね、いい感じに方はいはいはい、はい、はい、これ、俺は、これ、クジラなんで、おう、塩こしって感じの前、クジラも、よく、よくかなんか、一個いらないものあるよね雲なんですね、雲ですね、あ、雲、はい、あ、雲、そっか、雲もねだいぶ、あの、一つ水が浅いなって水も浅いよね、水浅いだいぶ、カッカミになるね、これバネたかでもあれ、よく見るとさ、尻尾、尾ひれ、うん、離れてるよね、実は